信じられなくって、なんかなぜかまだ実感がないんですけど、すごく嬉しかったです、楽しかったです。
卒業します。愛知県の田舎に住んでいる12歳の小学生だった私は世の中に怖いものなんて、皆さん最後まで歌って踊って笑顔で盛り上がりましょう。